富士、藤浪晋太郎も古巣阪神のリーグ V をインスタで祝福。朝から歓喜は待ってます。 V やねん。オリオールズの藤浪晋太郎投手が14日自身のインスタグラムをストーリーズで更新。古巣阪神の18年ぶりのリーグ V を祝福した。この日の阪神対巨人戦の中継映像が映し出されたタブレットをアップ。早起きして見てるやんか、おんと書き込んだ。その24分後にはタブレット上の映像で岡田監督が胴上げされるシーンをアップし、朝から歓喜は待ってます V やねんのコメントも添えた。藤浪は昨オフに阪神からポスティングシステムを利用してアスレチックスへ移籍。7月にア・リーグ東地区首位のオリオールズへトレード移籍し、ブルペン陣の一角として連日に渡ってフル回転し続けている。13日も本拠地カージナルス戦で1点ビハインドの9回から4番手でリリーフ登板。打者3人を相手にわずか8球で1三振を含む無安打に抑え込むパーフェクト投球を見せた。自身が所属するオリオールズも2014年以来9年ぶりの地区 V へ向けて邁進中で、ポストシーズン進出はほぼ確実。古巣阪神のリーグ V に心を奮い立たされたようだ。ウィンウィンだな。藤浪のメジャー移籍はいいことずくめだ。オリオールズも優勝しそうだし、よかったな。お前と糸原が出なくなったおかげやねん。それたいの藤はロタ、早起きして似てるやんか、おん煽りすぎはロタ、やるやんけ。まあマジでお互いウィンウィンやな。もし藤浪もあれしたらどうなんのよ。ご視聴ありがとうございました。